アメリカ・ロサンゼルスに建設中のアカデミー映画博物館の内部が公開されましたオープン時の記念イベントでは日本のあの有名監督の作品展が開かれます今年アメリカ・ロサンゼルスにオープンするアカデミー映画博物館総工費およそ430億円をかけて建設中の建物が公開されました そのオープン記念に開催されるのが館内には企画展示コーナーも設けられますオープニングを飾るのは日本のあの宮崎駿監督の作品展です